ふっくらと赤く色づく包付き、三重県三浜町では今日お盆の花飾りに使われる包付きの収穫作業が行われました。三浜町では2県の農家が包付きの栽培を行っていて、山あいの畑では農家の人たちが日中の暑さを避け、朝早くから収穫作業を行いました。今年は7月以降の日照時間が長く天候に恵まれたため。 色づきが良く、例年とほぼ同じおよそ3000本が、名古屋の青果市場に出荷されるということです。